45回放送、学生の皆さんは卒業ですね、はい、心構えは大丈夫かな放送でーす。なんで泣いてるんだお前は。卒業だろ。支配からの、この番組はですね、これから未来にこう続いていく新しい道にたくさんのありがとうをつなげていくために、とにかく何かを発信したいと東京都三鷹市から声優役者メインで集まった企画番組となっております。はい、ありがとうございます。はい、はい、こちらは、はい、はい、こちらはですね、はい、三鷹駅から徒歩3、4分かなにあります、はい、RI スタジオからお送りしてまいります。はい、よろしくお願いします。そして、この番組ではですね、はい、チャット参加ができます。本当ですか。ユーストリームさん、Twitter さんのアカウントに登録していただいて、ユーストリームの私たちの番組のトップから参加ができますので、ぜひぜひ皆さん参加してみてください。はい、よろしくお願いします。はい、というわけですね、今日はちょっと多く見えませんか、久しぶりにメンバーが全員揃いました。メンバー、イエーイ。というわけで、本日お送りするメンバーですね、はいはい、一番奥から、エリカ、はい、くまちゃん、よろしく、にしやん、はい、もどっち、はい、そしてショートのでお送りします。じゃあ、賑やかにね、行ったところで、はい、今週の三鷹情報、はい、今週の、ででん、三鷹情報、見えるか、ありがとうございます。まだ何も言ってない。早い。はい、NPO 法人、M ステップ設立記念イベント、 M ステップ、はい、M ステップが生まれるというこのイベントなんですけども、日本で初のファミリー、ステップファミリーを支援する特定非営利活動法人 M ステップの法人設立を記念したイベントを開催すると。はい、はい、でイベントの詳細になるんですが、2014年3月30日日曜日、はい、午後13時30分開場、14時開演、16時30分終演になります。そして料金ですが、大人、はい、中学生以上ですね、こちらは、前売りが1000円、当日1200円。前売りとかあるんですね。あるんですよ、実は。で、4歳から小学生は500円、3歳以下は無料で、見れますんで、よかったら行ってください。詳細に関してはホームページでよろしくお願いします。そのステップファミリーというのは何ですか。そうですね、ステップファミリーもどんな活動なのかっていうのがなかなかちょっと書いてなかったんで、はい、多分ホームページ調べて中に入っていけば多分書いてあると思います。中に入っていけば、そう、ホームページ、ね、トップの部分でバーッと見ると詳細が書いてるだけなんで、うん、まあ、細かいことに関してはホームページをご覧になってください。 M ステップ、 M ステップ、はい、よろしくお願いします。はい、ということですね、それでは今週も行ってみましょう。はい、ありがとうロードプロジェクト、学生の皆さんは卒業ですね。心構えは大丈夫かな、はい、せーの、スタート。
んにちは、滝沢亮太と申します。今ピン芸人をやっております。ツイッターブログ等やってますので、滝沢亮太で検索をお願いいたします。以上です。ではまたね。はい、お帰りください。ということで久しぶりのコーナーです。来た、はい、エリカの滑舌ウォーミングアップ。そして皆さんにですね、こちらがですね、滑舌を良くなっていただこうという大変おせっかいなコーナーとなっております。おせっかいすぎるよ。ショウナノはね、対象を取っておりますので、ね、ちょやめてよ、私らハードハードルをさすがショウさん、もう勝てねえよ。ということで今日人数多いので私は読まないで終わらせたいと思います。はい、それはダメ。なんだ今、天の声が聞こえてきて、私ダメ、私やらなきゃダメですか、天の声さん。保育所、はい、やってください。じゃあやらなきゃいけない。ちょっとじゃあ、ね、巻き目できますかね。はい、初めに皆さんにやっていただきたいのがこちらですね、はい、トレーニングです。トレーニング、はい、舌をリラックスさせて、舌を巻き舌にしてブルブル震わせる。で、手に息が当たるように練習する。はい、まず、で、手をここに当てて息が当たるように。できます？みんな。できない。できる。できない。できる。できてる。できてる。ちょっとのできてない。お、意味がわからん。巻き舌の時にっていうので、手に息が当たるか。じゃあできるようになります。練習しておきます。はい、で、滑舌になるそうです。で、それをね、で、舌の動きがね、滑舌には重要だそうで、はい、そうね、舌を前に伸ばして10秒キープする。できますか、皆さん。前に10秒キープ。これね、時間あれだから10秒もやらないですけどね。で、そしてトレーニングで10秒なの。舌を上にやってキープ。中で外に出して上です。上にやってキープ。そして今度は右と左に10秒キープです。両方それぞれ。これを10秒ずつキープするという。これをね、やりつつ、うん、よくある文章あるじゃないですか。あの、ウイロウリだったり、うん、あの、アメンバーアカイナだったり、うん、そういうのを短くして練習する。そうすると、舌が回るようになってきて、滑舌が良くなるそうですよ。あら、素敵。はい、よし、ということで、やるか、やる。じゃあ、お題いきましょうか。やだ。トレーニングで10分でいいよ。ちょっと待ってよ。トレーニングで10分こんだけ甘いんですよ。ということで、今回の第1問目、こちらでございます。はい、続いては日本原子力開発機構の高速増殖炉も増殖炉文書のニュースです。ニュース。おい、噛んでます。読めてないね。どうだろうそれ。厳しい声が、厳しい、怖いよ、怖いよ今日。はい、じゃあ行きましょうか。はい、これは1回ですか。これを1回ですね。はい、1回か。いや、1回でいいじゃないですか。人数も多いですし、1回でいきましょう、じゃあね。はい、はい、ということで、誰やろうかな。まあ、やっぱりチャンピオン。実力を見せてもらうぞ。チャンピオンの実力を最初に見せると。チャンピオンですか。え、いいですか。なんでできますよ。人たち。だいぶブランクあるんで、優しく。だいぶやってなかったんですよ。よろしくお願いします。はい。1回。はい、好きなタイミングで。はい、では、参ります。はい、続いては日本原子力開発機構の高速増殖炉文書のニュースです。あ、噛んだわ。あはぁ、これむずいなぁ。おいよ、ゆっくりで大丈夫ですよ。あ、本当ですか。あの、ちゃんと原稿として読んでいただければいいね。あの、そしてめっちゃドラえもんみたいにゆっくりじゃダメだけど。あ、なるほどね。早口言葉じゃないんで、じゃなくて滑舌なんで、滑舌の普通のニュースみたいな。そう、ニュースみたいに読んでもらえば。あ、じゃあこれは点とか入れて切って読んでいいですか。切っていいですね、これは。はい、ね、自分の好きなところで切ると多分呼びやすくなると思うんです、ね、じゃあ読んでみます。はい、続いては日本原子力開発機構の高速増殖炉文書のニュースです。はい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 、これでいいんですね。これで舌が回ってる人と舌が回ってない人って滑舌がやっぱちょっと違うんですよね。マイク乗りも変わるし、なるほど、歯切れとかも違うんで。じゃあ続いて流れで、流れでいきますか。流れでいきますか。いやー、行ってみたいと思います。いやー、頑張るよ、頑張ります。良さそうだけどな。いやー、頑張ります。何振り手を判定に行かれる。いきます。はい、
続いては日本原子力開発機構の高速増殖炉文書のニュースです。増殖炉大丈夫、うん、ちなみに高速増殖炉の文書っていうたあれねものね、はい、高速増殖炉文書つなげないんですね。つなげないんだ。高速増殖炉文書。あ、なるほど。福井県とかそっちの方にあるあの原発の。ああ、なるほどですね。はい、皆さん勉強になりますね。はい。じゃあ、こっから後の人は有利ってことでね。相当厳しく。ね、そうだね。ザカだね。そうだすねって。なめんな、言えるわけねえだろ。そこ自信のそこじゃないんで。いきますかね。ああ、むずいな。開発が高速増殖炉文書。はい。はい。ナレーションっぽく言えばいいですか。あ、ナレーションじゃないか。ニュースニュースっぽく。はい、じゃあ行きます。はい。3、2、自分で言うね。はい。続いては日本の原子…え、日本原子…ごめんなさい。もう一回やらせてください。日本の…じゃない、日本原子力…はい、はい、行きます。続いては日本原子力開発機構の高速増殖炉文書のニュースです。はい。うん、なるほどね。どうですか、吉野さん。あれ、西谷、ここは面白くいかなかったのね。面白くいくとこ、これ。ちょっと、いや、なんかあの、最初の振りがあったみたいな。ちゃんと振り仮名振ってあるんですよ、これ。いや、まあ、振ってくださいよ、分かんない。まさかのまさかの振り仮名振りですよ、これ。ほんとだ。はい。なんかルビーが振られてるんですね、今日は。そうだよ。ちょっとね。いきます。あ、いきます。かばってね。はい、どうぞ。はい、いきます。はい。続いては、日本原子力開発機構の高速増殖炉文書のニュースです。はい。切るとこちょっと微妙だな。ね。これは分かります大丈夫ですか。今じゃあちょっとかにチェックしといてもいいですよ。はい。え、これなんか順位がつくの。え、ちょっとなんかやっぱね、一番ね、綺麗な人をね、発表したいから。なるほど。やるんだよね。そりゃそれはもちろんやりますよね。今そのままスルーしようかと思ったんですよ。ダメですよ。続いては日本原子力開発機構の高速増殖炉文書のニュースです。ダメだね、これ。つなげちゃったね、今ね。なるほど。つなげると難しい。つなげちゃうね、どうしても。難しいですね、これ。つなげた方が言いやすいんだよ。はい、ということで、じゃあ次の問題いって。あ、ヨシさんやります？天の声さんやります？あれ、天の声さん、天の声さん。まさか。やります？じゃあこれやっていただけますか、これ。天の声さん。はい、いきます。すげえ、天の声やってくれると。続いては、日本原子力開発機構の高速増殖炉文書のニュースです。あら素敵。あら。あら素敵。いや。天の声すごい。あら天の声。あの、一般の方なんですけどね。私たちと違って、いや素晴らしい。そう、これで俺ら負けたらすごいな。本当だな。いや俺が一番いいんじゃないかな。ないですね。ということで第2問いってみたいと思います。はい。はい。現在警察は昨夜未明のバスガス爆発事件の詳細を調査中です。難しい。バスガス爆発事件が言いにくいですこれ。そうですね、はい、バス爆発ってお風呂か爆発？バスそのバスじゃないてのこさん。あ、そういうのを突っ込んでくんだな。あのバスですね、走る方のバスですね。そうですね、走る方のバス。走る方のバスがどうやってガス爆発を起こすの？ガス、細かいちょっと厳しいな。進んでる車とぶつかったじゃないですか。そうですね。なるほど。なるほどね。なるほどね。結構な大事故ですね。そうですね。そうですね。じゃあそれをちゃんと感情込めて。じゃあ感情。うわー、なるほど。このすごい事件だってことをね。なるほど。じゃあ逆でいきましょうか。OK。はい。まさかの振りでハードルを上げてくる。天の声すげえな。天の声さんすごいですね。はい、いきます。はい。現在警察は昨夜未明のガス爆発あちげ。なんかもう画面に映ってないですね。画面。失格。もう一回なしですか。一発勝負でしょ。一発勝負だそうです。時間的にね。はい。全員いるとね。いますよ。西安です。ガス抜いてる。いや、さっき練習してた気がする。いや、してないしてない。本当ですか。はい。じゃあ行きます。はい。行きます。はい。現在警察は昨夜未明のバスガス爆発事件の詳細を調査中です。なるほど。いいじゃん。ただ全然あれっぽくは言ってないです。さっきの振りのね。振りは難しいですよ。意外とやるぞ。クオリティ高いですよ。まあそうだね。上と下はいいやつ。バスガス爆発事件。そうですね。なるほど。わかりました。頑張ります。いきます。はい。
現在警察は昨夜未明のバスガス爆発事件の詳細を調査中です。おー、ちょっと甘い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 、なるほどね、それっぽく言ってます、ね、それっぽく言うのね。じゃあ、ショーノでいきましょう。なんかこの早口言葉じゃなくてっていうところが難しい、難しいね、どのくらいのペースでっていうのが、ピカツ鉄ですよ、ピカツ鉄、いきます、はい、現在警察は昨夜未明のバスガス…あ、すみ噛んじゃったダメだ、あ難しいな、そう、あ、ね、もう通過するとなくなるかね、じゃあね、じゃあヨッシさんみたいな、じゃあ、あれ、何よくよく考えれば逆って言ったらあなたの方が先だった、そうだね、確かに、確かにいきます、はい、あ、花粉がね、ひどくてね、最近、おい、花粉がね、花粉がね、いきます、現在警察は昨夜未明のバスガス爆発事件の詳細を調査中です。何で笑われる感じ。ありがとうございます。ということで、じゃあ天の声さん行ってみましょうか。はい、お願いします。お願いします。続いてのニュースです。現在警察は昨夜未明のバスガス爆発事件の詳細を調査中です。おお、何者なんですか。ニュースっぽい。ということで、はい、今2回やりましたけど1問目と2問目あるんですけど、はい、それを天の声さんがあのちょっとどれがいいかなっていうのを決めていただいてね、うん、私、はい、そう思います、そうです、そうですよ、はい、あの決めてください。どうですかこの今日あの1問2問と、まず1問目誰が良かったですか。発音と発声的には、はい、やっぱりショートのは安定してるかな、はい、あ、確かにそうですね、1問目は、1問目じゃあ翔殿、はい、2問目、まあ、残念さんと失格さんは除いて、あいた、残念さんと失格さん、そうすると残るのがはい、モンド君、まあでも西矢もそれなりにね、でも天の声さんもそれなりに良かったんじゃない、天の声さんとね、あ、もうそうですね、とっても目は難しいですよ、自分で自分にします、それでもいいですよ。天さんがね、天の声さんで、ね、どうなんだろう、最初にまあ、あのモンド君っていうのが出たんでね、本当ですか、モンド君じゃないですか、ということでね、1問目は翔殿、そして2問目がモンド君になりましたので、皆さん一番最初にやったこのトレーニング、みんなやってみてください、トレーニングやりつつやっていくとどんどん滑舌も良くなってくるし、マイク乗りも良くなっていくと思うんで、発声ね、大事ですよ、はい、天の声さんみたいに発声なので、天の声さんなんか低いですよね、渋い声ですね、渋いですね、いい声です、いいですね、ね、うん、高い声も出るよ。初手つぼみグループでした、ありがとうございました。そして続いては CM どうぞ。どうもコンパス中島でございます。毎月ですね、1日から19日まで浅草東洋館にてですね、漫才協会漫才大行進が行われております。師匠から若手までですね、ナイツを人に U字工事や、ダブルコロンなども、出演いたしますので、ぜひともですね、皆様足を運んでいただきたいと思います。あとですね、ぜひ千葉の方にお住まいの方はですね、コンパスの松尾流山探偵団、そしてデイリーニュース金曜を担当しておりますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あとですね、富山ではですね、ゆうどきタイムという番組に富山テレビ出ておりますので、毎日月曜から金曜出ておりますので、ぜひそちらを見ていただきたいと思います。ありがとうございました。ここ RI スタジオさんなのですが、はい、ここと同じ会社って言えばいいんでしょうか。そうです、はい、それとは別に、井の頭公園駅ですか、はい、はい、あそこの駅から歩いて何かな、分かんない、15分ぐらいにあります三鷹アニメーションミュージアムスタジオさんもぜひご利用くださいませ。はい、お願いします。はい、続きまして番組1、はい、見えるかな、見えない、見えない、は、なんだと。はい、毎週土曜日13時から生放送中、ユーストリーム番組ありがとうロードプロジェクト、はい、僕らが原曲発信します、放送資料よろしくね、よろしくお願いします。はい、じゃあ各自告知いってみましょう。はい、それからお願いします。はい、いきます。あ、こっち暗いね。どうもお久しぶりです、エリカです。見えないね、これ。
エリカの気まぐれ散歩とニャーナエリカのお話ブログ、そしてツイッターアットちづる2011でやってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。そしてですね、はい、個人というかあれなんですけど、ラジオに出ております。なんだって、はい、びっくり。そうなんです、レインボータウン FM 大江戸放送局 79.2 メガヘルツでやってますね。こちらがちょっと息切れしちゃったくまちゃんとやってたんで、くまちゃんが卒業しちゃったので、次もうモンドッチとモンドくんと一緒に出てますので、はい、ちょっとモンドくんのね、変わったね、個性を見れるかと思います。ちょっと面白いことやってますので、モンドくんが、はい、ぜひ見てみてください。こういった形でやってます。そしてあの YouTube にもアップされてますので、くまちゃんの詳細も見れますので、ぜひぜひ見てみてください。よろしくお願いします。はい、どうもして、はい、改めまして熊谷ひろあきです。はい、ツイッター、フェイスブック、ブログやっております。ブログ熊広の宝箱トレジャーブログ、よろしくお願いします。宝箱だよ、よろしくね。はい、どうも、西園拓之です。はい、ツイッターやってます。はい、フォローお願いします。そうですね、最近まあ昔のアニソンでも覚えようかなって今日どうしちゃったんですか思いました。はい、覚えようかなって、どうしちゃったんですか。そうですね、まあモンマ君が今あのサムライジャイアンツ見てるんで僕何見ようかな、トライダー G7 見ようかな最初からと思ってます。何の告知だよ。何の告知。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。何の告知をしてるんだ。アニメ見ますの告知だね。そうだね。モンマヨーです。ツイッター、フェイスブックとやってるので、フォローのほどよろしくお願いします。今日はですね、なんか適当に書いたやつがちょっとあの有名なキャラクターにちょっと似ちゃった感じですね。どこの国のね、うん、でもちょっとあの自分的にはちょっと可愛く描けたなっていうね、自己満足に。どこの猫なんですね。何それ。じゃあ今後もね頑張っていきたいと思うのでよろしくお願いします。はい、ショーマリです。ブログチョコデキシ、ツイッター、アットマーク ZHONGZHONLI でやっております。フォローお願いします。ブログは最近あの更新をしなくて、ついにあの広告が出てます。でも本当に更新しなきゃいけないことをいっぱいこうで、ね、携帯に売ってるから、ちょっと頑張ってそれを一気にもらってアップしたいと思うので、ぜひ見に来てください。はい、というわけですね、はい、卒業ですよ皆さん。寂しいですね。そうですね、寂しいですね。やっぱ卒業っていうのはなかなかね、気持ち的にね、まあ、切り替えの時期にもありますからね。そうですね、はい、もう来月になったら皆さんもね、入学とか入社とかありますから。そうですね、ありますからね。今日街でこう袴姿の卒業式なんで、詳しい女性が、あーよく袴見るの、それか。気づくの。それが何だろう。いや、あの、え、成人式な。遅くね、逆に。そんなわけない。日かなとか。いや、そう、そういう感じで、こう素敵な卒業式をしても、こう出会った友達とね、それだけの話じゃなくて、こうずっと続いてね、素敵な関係を皆さんに築いて、また新しい一歩を踏み出していっていただけたらと思います。はい、私たちもこうね、未来に続く道へ、そうですね、頑張って続けていこうと思います。はい、はい、というわけですね、まあ本当あっという間でしたけれども、はい、それではもう最後のあれでいつも通り締めたいと思います。はい、いいですか。はい、本日も番組をご覧いただき、せーの、